こんにちは、アラさんです。雑誌を紹介する動画を時々上げているんですが、今日紹介する雑誌はこれ、日経トレンディナンバー465、2020年8月号。特集はですね、新しい防災×通販サイト。この新しい防災、しかも新しい防災の心得ってありますけど、今のね、新型コロナウイルスの感染拡大防止で、新しい生活様式なんて言われてますが、その新しい生活様式に対して、その新しい防災っていうことで、掲げているものです。しかもね、これね、付録がついてるのすごいの。警視庁の災害対策課っていうところがツイッターアカウントを持っていて、そこでいろんなツイートをしてるんですけど、その中にある防災のアイディアについての、最新の情報をツイッターを見なくてもね、こういうのが出てましたよっていうので出てます。結構面白いの、これ役に立つんですよ。ちょっとしたことなんですけどね、ハンカチマスクの作り方、エコバッグの活用法、それからアルミ鍋を使って炊飯する。なるほど。それからね、必ず出てるのが、ペットボトルで簡単、室内と、それからカップ麺は水でもできるっていうのが書いてますね。それからね、缶切りがない時の缶詰の開き方、これがね重要。ツナ缶でランプを作るとかね、そんなのが、実は警視庁の災害対策のツイッターのアカウントで発信されていて、それを集めた本がここまでついてます。それと、こんなのついてるの、こんなの。ほら、見えた、これ。一見、なんか100円ショップでも売ってそうな LED ライトなんですが、もちろんね、こうやってピッてつくのね、ビヨン、ビヨンついてるでしょ。で、ただこれがすごいのは、この先の方がつくだけじゃなくて、これ。この途中の部分がねつくんですよ。こうやってピー伸ばすと、これで、水を入れたペットボトルとかを使いながら、家でね、比較的明るいランタンみたいな使い方ができる。これもね、実はおまけでついてます。これとこれがついてるね。それが、日経トレンディのナンバー465、2020年8月号、新しい防災の心得です。中身はねすごいんですよ。3密の避難所、複合災害から身を守るということ、それから非常食ね、ローリングストックというのがあります。カップヌードルのサブスクリプションで分かります？そういうのがあるんですよね、世の中には。月々何千円か払うと定期的にカップヌードルとかが来るっていう。でもちろんね、ローリングなので、逐次食べちゃうんだけど、ストックをしておき、期限が切れる前で食べちゃうとかね、そんなことやってる。あとこれがね、とても重要。今本当にキャンプ流行ってますよね。おうちキャンプだったりとか、ベランダでグランピングだったりとか流行ってます。実際キャンプ場に行くっていうのもあれなんですが、実はアウトドアグッズっていうのが最強の防災ソリューションだっていうので、ページが割かれています。そうなんだよね。で、これからその新しい防災の中で出てくるのが、いわゆる避難所です。3密を避けるとかね、コロナ対策で3密を避けるって言うんですが、避難所っていう選択肢もあるんですが、むしろね、校庭とか駐車場が避難所になっていきます。で、その時に、基本的に車で避難するとかってことになるんだけども、こういうアウトドアグッズを持っていると、そういう災害の時も結構役に立ちます。結構じゃない、かなり役に立ちます。いわゆるね、キャンプ、アウトドア、サバイバル、防災、この辺が多分一つになってます。ということで、あまりね、防災グッズでございますっていうものを揃えるのも一つなんですが、それだけじゃなくて、そのアウトドアグッズとして揃えてます、でもいざという時に役立ちますっていう方が、ちょっとこれからのこの新しい防災かなっていう感じがします。なので、これから自動車のあり方もね、その車中泊が流行ってますが、実はあれも最悪の場合、避難の時のノウハウというのが、その車中泊で今たくさん蓄積されているかなと思っています。で、あと後半はね、Amazon、楽天、ヤフーショッピング、ヨドバシドットコム、4大 EC エレクトリックコンバースの審査法ということで書かれています。いやー、いっぱい買いたいものがいっぱいあるけどね、そんなにお金がないからね。ああ、なるほどね、ロハックもいいよね。本当にね、絆創膏、ひげ剃り、保存袋、こんなのも売ってるんだよね。いろいろ売ってますね。それから、そう、鮮魚の通販っていうのも面白いですよね。もう産地直送ですよ、これ。もうインターネットで注文できる。メガネ、スーツ、服ね。それから、筋トレ用のダンベル。
まあ、いっぱい出てますというわけで、ワークマンもね後半出てるので、ワークマン好きの人にもこの本はねおすすめ。しかもワークマンプラスの仕掛け人、土屋専務のリーダー論、これ面白いな。ユニクロもいいです。ユニクロとか、もいいですけど、ワークマンも今大注目ですね。昔はねこうガテン系っていうかな、そういう人のお店のような印象がとても強かったんですが、今はあのワークマン女子とか言って、女性向けのアパレル用品もたくさん取り揃えているそうです。なわけでおすすめ日経トレンディナンバー465、2020年8月号、新しい防災×通販サイト、おすすめです。マジック見えない。